天竜は海上自衛隊の訓練支援艦。艦名は天竜郷に由来し、客中1、旧海軍のスループ、天竜、巡洋艦、天竜に続き、日本の艦艇としては3代目。老朽化が進んでいた、東の代替艦として計画され、当初は2200トン型訓練支援艦、黒部よりも大型、高速の4700トン型として計画されていたが、 結局は 61ATS の性能向上型として、ほぼ同型の2400トン型として建造されることとなった。全体管内配置は 61ATS のものを踏襲しており、線形は上肝板を全通させた朝鮮手楼型が踏襲された。また配置の都合からバルバスバウは採用されず、61ATS と同じクリッパー型とされた。 居住性工場の観点から、指揮官の防振対策や遮音材の導入が図られている。完備艦板は標的機発射艦板とされているが、ここはヘリコプター艦板を兼ねていることから、61ATS と同じ長さが確保された。会員居住区は 61ATS より区画、増やして、会員室は4部屋とされており、寝台はいずれも2段寝台である。また、 女性自衛官の上官も考慮されている。着水した標的機を要収する際には長時間にわたって低速航行が必要になることから、指揮方式は 61ATS と同様ディーゼルエンジン4機を用いて二種減速装置を介して二軸を駆動する方式とされた。ディーゼルエンジンとしては直列8気筒の新潟鉄工所 8MG28HX が採用されている。 また、低速航行時の安定航行を考慮して、自衛艦として初めてスリッピングクラッチが採用された。対空射撃訓練支援装置を含めて装備面では、概ね 61ATS のものが踏襲されている。発射、完成、編集標的機器としては、大型の BQM-34JK、ファイアビート、一回り、小さい BQM-74E。 チャカ3が搭載された。BQM は、後部上部構造物内の上看板レベルに、設けられた第一標的規格濃庫に収容されており、運用時は、自走式ランチャーに2機を搭載して、遠隔操作によって標的機発射看板上の全部1.2番発射位置に移動した後、発射準備を実施する。一方、MQM は、第三看板レベルの第二標的規格濃庫に、 収容されており、運用時は、釣り上げ装置によって、移動式ランチャーに2機を取る。なお標的機は連続発射が可能であり、発射時に標的機作業員が退避するための退避用ハッチが、ランチャー金棒に配置されている。本館から発信した、標的機は、戦闘式所内の標的機関製卓を操作する、標的管制員によって完成される。 標的機管制卓のディスプレイ上には予定された標的機の飛行ルートと実際の飛行機席が表示されており、標的管制員はそれぞれの標的機を決められた飛行コースに沿って飛ばしつつ飛行管制を行っている。機体情報信号の受信や操縦信号の送信は等型マスト上に配置された4面の管制用プレーナーアレイアンテナによって行われる。また、 本館の標的機を用いて、対空ミサイル射撃訓練が行われた場合には、CIC 後部のテレメーター分析室に配置されたミサイル評価装置によって、訓練の分析、評価を行うことができる。このためのテレメーター空中戦は、環境構造上と第一標的規格の庫上に配置されており、近距離用の保温アンテナと中、長距離用追尾アンテナによって構成されている。 上部構造物の設計にあたっては、このテレメーター空中戦の全周医視界の確保が課題とされていた。要集・編集射撃訓練が終了して任務を終えた標的機はパラシュートによって洋上に着水する。着水した標的機は第一標的規格の湖上の右舷側高端に設置されたデッキクレーンによって洋衆されるが、ここで標的機にフックをかける方法としては、 ダイバーが直接かける場合と作業艇を出して行う場合とがある。本館ではダイバーが直接フックを持って泳げるようにフックを小型軽量化するとともにクレーン柵をダイバーの動きに合わせて繰り出せる装置や水切りのショックを軽減するオートテンション機能付のウィンチを装備するなどの配慮がなされている。また作業艇についても従来の11メートル作業艇より 小型軽量の4.9メートル複合型作業艇とすることで運用人員の省力化を図っている。なお、要求された標的機は、まず分解されて清水洗浄される。この際の真水の搭載量は61、ATS よりも増大された。また海洋汚染防止の必要から、標的機の燃料系統を洗浄した際に発生するビルジについても配慮されている。 エンジンの洗浄作業は、第一標的機格納庫全部に設置された、防錆油の入ったデコンタンクで行われる。訓練支援監督有の装備として、訓練射撃を受けて、操縦不能に陥った標的機が、時間に近接、衝突の恐れが生じた場合に、これを撃墜するための最低限の火力があり、42ATS では、マーク、2250合計3インチ。 単装艦射法及びマーク51射撃式装置が装備されていた。本艦では 61ATS と同様に81式射撃式装置2型と組み合わせて62合計76ミリ単装速射砲を装備している。天竜は08中規模に基づく平成9年度計画2400トン型訓練支援艦4203号艦として マリンユナイテッドが受注し、住友重機械工業裏画像戦所で1998年6月19日に寄港され、1999年4月14日に浸水、2000年3月17日に収益し、護衛艦隊に直轄艦として編入され、呉に配備された。2008年3月26日、護衛艦隊霊下に第一海上訓練支援隊が新編され、 黒部と共に編入された。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し災害派遣される。2020年2月、初の女性自衛官の官邸専任護長として、佐古田和美総長が就任。現在は護衛艦隊第一海上訓練支援隊に所属し、定型校は5である。 天竜側に由来するとの説もあるが、開示の命名規則には、訓練支援官は、名所旧跡の内峡国の名を用いると明記されており、天竜公式パンフレットにも天竜教に由来する、胸の記載がある。なお、仙台のスループと軽寿命艦は、天竜側に由来。ありがとうございます。